なたは警察のことを信用できますか？1999年10月、埼玉県の某所に所在する警察署にとある通報が。駅前で女性がナイフで刺された。名前は？その名前を聞いた瞬間、背筋が凍りついた刑事がいました。彼は被害者の女性と会ったことがあるんです。その女性は以前ストーカー被害を受けたと相談に来ていました。そのストーカーをしていた人物こそこの事件の黒幕だということはこの時点で明白。刑事はすぐさま上司にこの件を報告。一刻も早く対応しなければいけないと刑事や上司たちは動きました。そう、この事件を揉み消すために。埼玉県で突如発生した女子大生殺人事件。なぜ警察はこの事件を揉み消そうとしたのか。その裏側には自らの保身に走る醜い大人の姿があったんです。おそす、季節外れだけど月見したいよ、ケンちゃんです。隠しきれないナイスバディ、ヤミヤミコです。本日皆様にご紹介するのは埼玉県桶川市で発生したストーカー殺人事件についてなんです。この事件はですね、もちろん犯人の恐ろしさもあるんですが、警察という組織の恐ろしさも垣間見える事件なんです。まずは警察が捜査を怠ったとされるストーカー事件について見ていきたいと思います。きっかけは突然に遡ること22年ほど前の1999年2月、埼玉県桶川市である一組のカップルがレストランで食事を楽しんでいました。彼女の楓さんは大学生、彼氏の誠司は若干23歳の実業家でした。二人が出会ったきっかけは誠司のナンパ。ゲームセンターに遊びに来ていた楓さんに誠司が声をかけたんです。二人は出会って間もなく交際をスタートさせます。誠司は忙しい授業の傍ら週一で時間を作り、楓さんと食事やドライブに出かけていました。仕事と恋愛を両立させていたんです。そしてたまに楓さんにプレゼントを送るというイケメンぶり。楓さんはたまに誠司から送られてくるプレゼントを嬉しく思っていました。誠司はそんな彼女の喜ぶ顔が見たいと思ったのか、プレゼントを高額にしていき送る回数を増やしていきます。しかし楓さんはいくら誠司が事業で成功しているとはいえ、高価なものをプレゼントされるのは悪いと感じました。ある日、こんなに高いもの受け取れないよと受け取りを断るんです。するとそれを聞いた誠司はなんと大激怒。楓さんを怒鳴りつけ無理やりプレゼントを受け取らせるんです。めちゃくちゃ優しいイケメンだと思ってたんでさ、本社はもう金に物言わせるわがまま男だったってことでしょ。まあそうっすね。まあただね、ここまでだったらいいんですけど、もっともっと彼の本性やばかったんです。まだやばい。不安を覚えながら付き合い続けていた楓さんはある日、誠司の車のダッシュボードの中から1枚のクレジットカードを見つけます。そこに書かれていた名義人は大林秀樹。なんとこの名前、誠司の本名だったんです。誠司改め秀樹は楓さんと出会った時、車や不動産の事業で成功したと語っていました。しかしこれらの経歴も全て嘘だったんです。しかし実業家という経歴が嘘なら、今まで楓さんに渡してきた高価なプレゼントを買うためのお金は一体どこから出てきたのか。実は秀樹は兄と一緒にファッションヘルスを共同経営していました。その利益を兄弟で折半し、秀樹の収入は月に100万円ほど。ファッションヘルスは風営法の関係で警察の許可が必要。しかし彼らは警察に無許可で営業していたんです。そう、秀樹は裏社会での成功者だったんです。楓さんが秀樹の正体に気づいた頃には時すでに遅し、この頃になると秀樹は楓さんに30分おきに電話をかけたりと、プライベートを全て把握したい異常ぶりを発揮。犬の散歩で電話に出られなかった時には、俺を無視して犬の散歩なんかしてるのか、犬を殺すぞと罵ったんです。さらには金で動くやつはいくらでもいるなどと恫喝したんです。いやいやいや、この人マジでヤバい人じゃない。もうね、楓さんはさ、普通の大学生なわけじゃないですか、だからね、裏社会の人とかね、よくわかんないしさ、やっぱわかんないものを人間恐れるんで、でもしかもね、もう見た目もね、多分ね、ヤバいと思うんですけども、絶対怖かったはずなんですよね。度重なる秀樹の凶悪な言動に楓さんはついに心身ともに疲弊。この時楓さんは自分は殺されるかもしれないと遺書まで書き残すほど追い詰められていたんです。そしてついに恐怖に耐えきれなくなった楓さんは殺される覚悟で秀樹に別れを告げることを決意したんです。6月14日池袋構内の喫茶店、絶対に別れると強く決意した楓さんは毅然とした態度で臨みます。今まで我慢してたけどもう限界、別れましょう。楓さんから別れを告げられた秀樹はというと、意外にも怒る様子は特になく、その場を後にしました。当該の反応でしたが、楓さんはついに秀樹と別れられたと胸をなで下ろします。そしてその夜、まだ楓さんの父が仕事から帰宅しておらず、母と二人きりの時、チャイムが鳴るとともに玄関の扉を叩く音が。楓さんの母は何事かと思いながらも玄関の扉を開けます。すると突然3人組の男が家の中に上がり込んできました。その男たちの中にはやはり秀樹の姿が。そして3人は楓さんのせいで自分たちが経営している会社に被害が出たなどとでっち上げ、楓さんの母を責め続けます。とにかく金を払え、誠意を見せ
せろと迫る秀樹たち。男たちが押し入って1時間ほど経った頃、楓さんの父が帰宅したことでようやく秀樹たちは家を後にします。ただ楓さんも言われるがままではありません。起点を聞かせて3人に恐喝された音声を録音していたんです。いや、お手柄じゃないこれ。なんかもう電話で付きまとわれて、うん、ストーカー行為もされてんでしょ、うん、早く警察行きなさいよこの証拠持って。いや、もうもちろんですよ。だから楓さんたちもね、うん、そう思って警察行ったんすよ。でもね、そこでの対応がね、もう本当にこのチャンネルに出てくる警察害して、ずさんすぎる対応。後日楓さんと母が録音テープを持って警察に相談に行きます。しかし窓口で対応した職員に録音テープを聞かせても事件にはならないと言われてしまうんです。別の職員に代わってもその対応は同じでした。そしてここから秀樹たちの執拗な嫌がらせが始まるんです。楓さんの写真に不倫遠行当たり前などと書かれたビラが家の周りの至る所に貼られました。さらに楓さんの顔写真と電話番号の入った大人の男性募集中と書かれたカードをばらまかれます。しかし楓さんは嫌がらせにもめげずに日課の犬の散歩を行い、大学にも通い続けたんです。そして10月26日の昼過ぎ、楓さんはいつものように大学へ通うため自転車で駅に向かいます。しかし楓さんが駅に到着する時でした。彼女の背後に突然男が現れるんです。すると男はナイフで楓さんの背後を刺したんです。あまりの突然の出来事に楓さんはとっさに後ろを振り返ります。彼女の目の前にいたのはなんと見ず知らずの男。そして男はまるでとどめを刺すかのように振り返った楓さんの胸を刺した後に逃走。楓さんは抵抗する間もなく大量の血を流して倒れ込むんです。通行人による通報ですぐさま病院に搬送されるんですが、決死の救助活動も虚しく楓さんは息を引き取ったんです。いや、なんで見ず知らずの男はいきなり楓さんのこと刺すわけよ。意味わかんないじゃん。まあ、そこなんですよ、うん、この犯人ね、一体何者だったのか大方予想はつくとは思うんですが、楓さんを殺害した犯人は秀樹の兄に金で雇われた男。実は秀樹は兄に2000万円の金を渡し楓さんを脅すように依頼。さらに兄は自分の知り合い3人に楓さん殺傷を依頼していたんです。楓さんへの嫌がらせをお願いして秀樹はアリバイ作りのため沖縄に身を隠しバカンスを楽しんでいました。大金を積まれて嫌がらせをお願いされた兄はまず200万円もの金を使い楓さんを中傷するビラを作成、近所にばらまいたんです。そして風俗店店長で元暴力団員の小田を含む知り合い3人に楓さんを痛めつけるように依頼。そして10月26日犯行グループは恐ろしい計画を実行したんです。実行役は小田、あとの2人は見張りや逃走用車の運転などを担当。そして犯行グループの1人が実行犯の小田にこう伝えるんです。大事にならないように太ももを刺してくれ。しかし小田はこう答えました。約束はできないですね。そして小田は楓さんの最寄り駅で待ち伏せし、駅に到着した楓さんの背後と胸部をナイフで刺したんです。小田は後に仲間と落ち合った時、なんで俺は何やってんだと漏らし、かなりの錯乱状態にあったと言います。この報告を受けた秀樹の兄は頭を抱えます。彼らが捕まれば捜査の手は必ず自分のところに迫ってくるのは当然のこと。そして秀樹の兄は犯行グループ全員を集め、小田に報酬として1000万円、残りの2人に400万円ずつ渡して逃走を命じます。女子大生が白昼堂々路上で殺害されたという衝撃的なこの事件、マスコミは連日この事件を報道しました。犯人はすぐに捕まると思いきや事件は思わぬ方向へと進んでいくんです。すでにここまで来てめちゃくちゃ胸くそやったし、本当に、うん、まだあんのなんか、まあ、なんか犯人たちもね、うん、もう怖いしさ、ありえないじゃないですか、うん、でもね、やっぱそれ以上に、うん、でもマスコミと警察がね、今回本当にね、最悪なんですよね。対応がやばかったんで。罪なき女子大生がストーカーによって殺害されたこの事件はテレビや週刊誌で大きく取り上げられることとなりました。しかしその内容は事実とはかけ離れているものでした。連日ワイドショーや新聞ではブランド依存症の女子大生が殺害されてしまった、被害者は交友関係が派手な風俗嬢だったという報道がされていたんです。楓さんはブランド依存症などではありませんでしたし、風俗嬢だった過去もありません。しかも犯人の情報を取り上げずに被害者である楓さんをあたかも問題ありの人物に仕立て上げるような報道をしていたんです。しかし一体なぜマスコミはこのような報道をしたのか、その理由は警察による情報操作。警察は事件の第一報を発表する際に楓さんの所持品にグッチの腕時計やプラダのリュックサックがあると発表。警察がわざわざ被害者の所持品にブランドのアイテムという情報を加えることでブランド好きという印象を世間に植え付けたんです。しかし実際の楓さんは高くないものでも上手に取り入れるファッションセンスを持ち、身につけていたグッチの時計はかなり大事に使い込まれていたといいます。さらに警察はマスコミの関係者にある情報を与えます。それは被害者の子は風俗嬢だったんだよ、ブランド好きな派手な子だったみたいな、という内容でした。マスコミはね、もう警察からの、ね、情報を鵜呑みにしてこのデマ情報を大々的に報道してたんです。被害者の味方であるべきじゃない、警察って最大に。それなのになんでそんなデマ情報流させんの。それではね、一体警察がこの事件に対してどんな姿勢でいたのか見ていきたいと思います。
先にお伝えしたんですが、楓さんが犯行グループの男に襲われる前、彼女は母と共に警察に相談に来ていました。被害を訴えたにもかかわらず、警察は楓さんたちに公開します。交際3ヶ月は一番盛り上がってるところだよね。あなたもいい思いしたんだから。秀樹たちの行動がエスカレートし、中傷ビラを巻かれた時も対応せず、簡単な事情聴取だけをして、後で実況見分をして終わり。楓さんらが犯人を捕まえてほしいと訴えるも、告訴がないと捜査できないと言うんです。そして楓さんらが告訴するから捜査してほしいと伝えても、警察は先延ばしにしていたんです。ですが彼女らは何度も相談に訪れ、念願かなってついに告訴を出すことができました。警察はようやく楓さんから告訴を受理するも、なんと内容の一部を改ざん。その後警察は被害者家族に、告訴は犯人が捕まってからまた出してもいいと嘘をついて、告訴を取り下げさせたんです。実際の刑事訴訟法では、告訴の取り消しをした者はさらに告訴をすることはできないと定められているんです。それにもかかわらず警察は告訴を取り下げさせたんです。ではなぜ警察はそこまでしてこのストーカー被害を事件化したくなかったのか。それは当時の刑事二課長のこんな思惑があったんです。男女の問題は解決することも多い、人員を割いてまで無駄な捜査をする必要はない、たったこれだけの理由だったんです。この警察の怠惰により、秀樹ら犯行グループは一切の妨害なく楓さんの周辺で悪質すぎる嫌がらせができたと言っても過言ではないんです。そして犯行グループたちは楓さんを殺害して姿をくらましてしまったんです。まあ、つまり警察はですね、もう自分たちがね、ずさんな対応をしていたね、そのストーカーのね、被害の相談と、このね、楓さんがね、死んでしまったことをね、結びつけないように、つけないようにしてたんですよ。だからな、もう被害者側に非があるようなことを、マスコミに報道させてんでしょ、最低っすよ。もう何が正義か分かったもんじゃないよ。ここまでのね、警察のね、マスコミはね、本当にまあ、もうね、なんですけど、まあ、ここでね、なんとね、一人のね、正義のジャーナリストが現れるんです。警察の末路。ワイドショーや週刊誌が連日被害者の私生活ばかりを取り上げる中、ある一人の人物が立ち上がります。その人物とは、写真週刊誌フォーカスの記者、清水清。彼だけは違った視点からの取材を始めたんです。清水記者はマスコミに不信感を抱いていた楓さんの両親に誠意のある取材を行い、真実を追い求めたんです。そしてついに膨大な取材が実を結び、警察のずさんすぎる対応や捜査の内容を把握することに成功。それらを記事にまとめ上げ発表したんです。これが楓さんと家族が受けたストーカー被害と警察のありえない対応が公に出るきっかけとなりました。警察はそれまで犯人逮捕を怠っていたんですが、記事が発表されると諦めたかのように犯人グループの逮捕に乗り出しました。そして楓さんが殺害されてから2ヶ月ほど経った12月、警察は実行犯の小田を含む犯行グループ3人と秀樹の兄を逮捕。しかし全ての元凶である秀樹を野放しにするわけにはいきません。ですが秀樹は楓さんの殺害に直接関わった証拠がないため、殺人の容疑をかけることはできませんでした。そのため秀樹は楓さんに対する数々の嫌がらせやストーカー行為による名誉毀損容疑で指名手配されることに。しかし結局秀樹は逮捕されることはありませんでした。なぜなら彼は北海道で水死体になっていたから。誰かに殺されちゃったのと。彼はね、まあ、死のね直前に遺言を残してるんですよ。そこにはね、楓さんとかね、マスコミとかねに対する恨みの言葉プラス、自分はね無罪だっていうね、これを主張するような言葉が書いてあったんですよ。ただ自殺のね理由が、その警察から逃げ切れないって判断したのか、もしくは暴力団とヤバい人たちに追われてもこれから逃げ切れないって思ったのかっていうのは定かではないんです。そしてね、この桶川ストーカー事件をきっかけに、ついに司法が動くんです。日本で初めてストーカーを規制する法律ができたんです。というわけで本日のメトロキーワード、ストーカー規制法について。ストーカー規制法とは、2000年11月24日に施行されたストーカー行為を取り締まるための法律のこと。この法律が施行される前は、ストーカー行為は名誉毀損罪や脅迫罪として扱われる事例もあったんです。しかし今回の事件のようにエスカレートする前段階では、そこまで強い取り締まりができなかったんです。しかしこの桶川ストーカー殺人事件をきっかけに、ストーカー行為自体を取り締まる必要性があると判断し、議員立法されました。今回の事件でこうやって問題になるまで、こういう法律がなかったって考えて、すごい恐ろしいじゃん。いや、なんか日本ってさ、なんか事件とか人が死んでやっと動くっていうのが多いから、まあ、そう、なんかそういう議員立法のね、仕組みとか含めて、こういまいちね、人が死なないと動かないんだ、そういうなんか思いはありますけどね、まあ、ではね、具体的にストーカーっていうのはね、そもそもどういう行為を指すのか見ていきたいと思います。ストーカー行為とは、特定の人に対し行為を向けて、相手に受け入れられなかったにもかかわらずしつこくつきまとうことを指すんです。例えば相手の住居や職場、学校の周辺でのつきまといや待ち伏せ、無言電話や大量のファックスを送信すること。これらの行為は一般的なストーカーのイメージとも言えます。しかし近年では時代の変化とともに、ストーカーの手口も変化。 SNS での書き込みやメッセージなどの連続送信もつきまとい行為とされているんです。まあ、ストーカー被害にね、もしね皆さんがあったら、もう一人で悩まずに、まあ、友達とかね、まあ、あとは特に警察にね、ちゃんと相談してください。今だったらね、ストーカー規制法があるんで、まあ、そこのね警察の方々がちゃんとしてればね、絶対相談乗ってくれる、まあ、してるはずよ、はい、きっとね、そう信じたい。
この事件の結末なんですが、カエレさんをね殺害したね犯行グループは全員捕まりました、うん、ですがね元凶であるね秀樹の自殺っていうところもあって、うん、やっぱりいまいちねこうもやっとしたまま、うん、でなんでそんなまでもやっとするかっていうと、やっぱりこんなずさんな対応した警察の関係者たちがその後どうなったのか気になりますよね、うん、もう絶対に許せないですよね、うん、この話聞いたら、うん、そんなね彼らの末路とは。この事件の後、楓さんの対応をした警察の3人は調書改ざんの容疑で書類送検、本部長や首席捜査官など捜査に関わった警察関係者12人には減給処分が言い渡されるなど重い処分が下されたんです。しかしいくら警察が処分されようと楓さんは帰ってこないんです。残された遺族の苦しみが消えることはありません。楓さんのご遺族はこのように語っています。娘は3度殺された。犯人だけでなく2度目は警察に、3度目はマスコミに。助けてくれるはずの警察、事実を伝えることが使命のはずのマスコミ、必要な被害者の叫びを警察がきちんと受け止めていたなら、マスコミが遺族の声に耳を傾けていたなら、